皆様こんばんは。引き続きワールズ2017グループステージ Day2 の模様をお送りいたします。さあ、ここからはエドワードゲーミング VS SK テレコム T1 の試合の模様をお送りいたします。実況を務めますアイズです。解説はレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずはインタビューの V、現地から届いてますのでご覧ください。我觉得输一场比赛会让我们有更多的动力去打赢下面的比赛吧，因为我们如果第一场输了，我们其实小组出现不是很乐观嘛，所以我们会更好做好后面的打后面的比赛的吧。中国에서좀인기가많은팀세팀이전부다롤드컵이왔더라고요그래서 EDG 라는팀이랑경기를한다는것보다이제홈관중들이이제소리도지르고하면서되게그중국팀이이기길바랄것같아서저희가아무래도꺾어야되잖아요그런것들이좀무서운것같아요さあ、というわけで V でしたけれども、ホームアドバンテージがあるチームを倒すのはやはり不安だよと。本当ですかね。そうなんですよね。本当ですかねというのがやはりありますよね。なんといっても SKT のAD キャリーバンが言ってましたからね。一方で EDG はトップレーナーのマウスが、まあ、昨日の敗戦というのをモチベーションに変えて残りの試合全部勝っていくつもりで戦っていくというふうにおっしゃっていましたが、ちょっと気になるのがですね、はい、SKT はやはり予想通り、LPL のサマーシーズン、あ、LCK のサマースプリットでのちょっと不安定な姿からリフレッシュして WCS で非常にいいフォームで出場できている。一方で EDG はサマースプリットいいフォームだったんですが、逆に WCS 以前と同じように不安定な形で入ってしまっているというところがやはり気になります。昨年のワールズの初戦が EDGVS インツで、うん、インツに、イレリアとかをピックしてですね、ちょっとうまくいかずに、うん、リシにボコボコにされてしまって、そこからペースを崩してしまって、ずっと WCS はずっと、まあ、彼ら本来のフォームを取り戻せずに、プレーオフには進出したものの、プレーオフも何もできずに倒されてしまった。彼ら EDG は強豪なんですが、いまだにセミファイナルに出場したことがないんです。クォーターファイナルまでは、準々決勝までは毎回行くんですが、そこで勝てないというジンクスを抱えている中で、今回中国開催の今年こそはと意気込んでいるはずなのですが、ベスト8には行ったことあるがベスト4まではいけないと、EDG は呪われているというふうに評されるほど勝ち進めていませんが、ちょっと昨日のパフォーマンス良くなかったですからね。ミッドレーンのスカウトが得意チャンピオンのルシアンを使って、かなりミッドレーンアグレッシブに仕掛けていってテンポを取ろうとしたところに対して、ウエスト動画非常に冷静にブランブルベストを買うという選択、そこからゲームのテンポが落ちていったんですが、あとちょっと気になったのが、まあ、最後の集団戦のところでそのスカウトがチュガスの Q にルシアンがブリンクもあるのにフラッシュもあるのにヒールもあるのに食らってしまって、そこから倒されてしまって崩されてしまった、ミスから失ってしまった。さらにはサポートのメイコ選手がですね、まあ、ルルーやジャンナのようなメイジタイプのサポートを使ったわけですが、彼本来の得意とするピックはアリスターであったりラカンであったりというようなタンクタイプの、そしてプレメーカータイプのチャンピオンというのが得意なプレイヤーなんですよね。その上で彼らがメイコ選手がそういったタンクタイプのチャンピオンを選択してボットレーンへのダイブのセットアップをしていく、そしてボットレーンから離れてスカウト選手を補佐していくという動きが得意なだけに、その動きを1戦目で選択しなかったというのはやはり気になりますね。まあ EDG 国際大会では呪われているという表現をしますが、ただ LPL 地域はですね、ロイヤルネバーギブアップにいるエリキャリー、ウジ、こちらのプレイヤーも宇治の呪いというのがあるんですよね。彼は決勝戦までは進むんですが、今まで一度も決勝戦で勝ったことがありません。優勝というタイトルは、昨年のオールスターの 1v1 のタイトルだけですね。あとはまあリフトライバルですか。ただあれはチームというよりも地域でのいう形でしたから、うん、彼はロイヤルというクラブで過去ワールズで2回決勝戦まで進んでいますが、すべて韓国のチームに敗れている。国内の LPL の大会でも決勝戦までは進むものの、毎回決勝戦負けているということですね。どうにも中国のチームプレイヤーはちょっと呪いにかかっているプレイヤー選手がちょっと多いですね。ただその呪いをまあ跳ねのけなければいけません。なんといっても中国地域のまあ1位の
通過チームなわけですから、エドワードゲーミングは。かなりファンもいますからね、EDG 頑張れ、メイコ頑張れというような。とんでもないですね、これは。スカウトクリアラブ。さあ、そのドラフト見ていきましょう。ブルーサイドエドワードゲーミング、レッドサイドSK テレコム T1、LCK では2位通過ということですが、十分1位通過も、というか優勝候補の一角ですから、このチームにまずは、エドワードゲーミングが1勝をもぎ取るとなると、まあ、現地のサポーターも熱が入るでしょうからね。さあそれではドラフトです。ガリオ、ライズ、グラガスをバーンしたのはエドワードゲーミング。それに対して SK テレコム T1 としてはカリスタ、セジュアニ、ラストバーンはシェンです。ジャーバンをバーンしませんか、そして取りませんか、エドワードゲーミング。ジャーバン先ほどの試合で、ピックした HQ サイドが負けましたが、彼らが負けるまでグループステージで勝率 100% を誇っていました。非常に強力なチャンピオンだと思います。トップレーンでもジャングルでも使えますからね。プレインステージでも番率では上から2番目か3番目、23、4あたり付近をバンされているチャンピオンですからね。このザヤラカンの組み合わせを嫌ったからこそザヤを先にピックしたということになりそうですね。なるほど、取れるもんなら取ってみろと。そしてレクサイ、ルブランを先出しですか。スカウトは確かにルブランも非常に得意としていますが、ミッドレーンただ注目ですよね、このスカウト VS フェイカーですよ。となるとさらにパースパイクの速い構成を揃えているというところもありますから、エドワードゲーミングが先に仕掛けていくのかと思ったんですが、ジャンナに変えましたね。変えましたね。ただアリスターではないんですね。ラカンに対してアリスターというところはやはりカウンターとして多くプレーされているチャンピオンですし、さらにはメイコ選手はアリスターを得意としていて、ゲームの流れを変えられるプレーというのを何度も何度もしていましたが、ここはメタに合わせて、ピック変更していきましたね。 EDG ただこのドラフトだとですね、昨日の試合で行われたようにエンゲージスキルがあまりない状況下で自分たちのテンポが握れない、そういったドラフトになりそうですよ。レクサイを使うクリアラブ選手がアグレッシブにプレーすることができればエンゲージのツールといったところがまず一つありますが、ただセジュアニで全くアクションができませんでしたからね。さあそしてファーストピックフェーズではラストピックにツイッチを選択して、ここからセカンドバンフェーズ、まずはレネクトン、そしてルブランを取りたそうにしてましたがバンに変えています。 EDG トップレーンへの番がちょっと SKT としては多い印象ありますね。マーズ選手あまり連戦得意ではありません。そんな中でレネクトンを使うことでそのトップレーンの弱さというところをカバーしていたという傾向があります。そこを踏まえての番ですね。なるほど、ということはこれフニで仕掛けていくような作戦もちょっと考えていると。考えていると思いますね。もしくはここで多分チョガスを先にピックして、そしてチョガスのレーンのコントロールを生かしてトップサイドからドミネートを狙っていくという形も十分ありますね。なるほど、そしてラストバンはカシオペア、フェイカーの得意チャンピオンの一体を潰しました。ここでチョガスじゃないか、そしてその通りになりそうです。通常であればこのチョガスの先出しに対してナーを当てることでレーンコントロールを取り返していくという選択を取ることが多いのですが、マウス選手はそれが行えない可能性が非常に高いですね。さらにはやはり AD キャリーを中心としたチームでもあるということもあって、マオカイを取ることが多いですが、ナーを当てますか。トップレーンで、カウンターを当てることでトップレーンのコントロールというところをエドワードゲーミングが取り返そうとしますね。ただし取りません。そしてスカウトのルシアン、ラストピックにランブルを今表示はしてますが、ダメージのバランスを考えるとランブルを取るしかないですね。もしくは懸念ですか。しかし AOE ダメージ早い段階から出していくということを考えると、基礎ダメージの高いランブルの方が、そしてルシアン、レクサイというパースパイクの速いコンビ、ミッドジャングルのシナジーを考えるとランブルの方が合わせやすいですね。それに対してのフェイカー、オリアノです。これはもう耐えきれるよというような位置表示のピックですね。なんといっても過去 MSI で WE の CA にルシアンをオリアナ使った際に当てられてボコボコにされて、そこからルシアンがミッドのピック、あのピックの、まあ、メタになったというような試合を経験している中で、さらにはオリアナは
WCS 入る前にナーフされています。 W の シールド量や W の AOE のダメージ、そして E のシールド量がナーフされている中でのピックですからね。かなり強気なピックですね。ただ表情は変えませんでしたね、フェイカー。いつも通り穏やかな、穏やかって言うんでしょうかね。まあ集中している。そうですね。表情でしたね。さあチーム構成で揃いました。オリアナ久々にワールズで見ましたが、オリアナというチャンピオンは WCS の期間になったらまあメタになるチャンピオンと過去言われてきていますが、久々ですね今大会は。これが初めてですか。SKT としてはもう明らかですね、集団戦。AOE ダメージ、AOECC が強力なチャンピオン揃っていますから、オリアナとツイッチのパワースパイクを迎えるまで丁寧にゲームを進めていく。一方で EDG はパワースパイクの速いチャンピオンが揃っていますから、序盤から攻め立てていって、序盤で大きなリードを作ってゲームを畳んでいく。そういった構図になってますね。ただちょっと印象的なのが、この SKT があまりにもエンゲージの多いチャンピオン構成を選んだという点なんですが。ラカン、ジャーバン、そしてこの2体ジャングルサポートのシナジーですよね。そしてそれにつなぐことができるチョガスにオリアナですからね。ただしチョガスもオリアナもそしてトゥイッチもパワースパイクの遅いチャンピオンであるというところをどう考慮するかですが、アーデントセンサー完成してからの動きに注目ですね。なるほど。さあそれでは始まりましたワールズ2017グループステージ Day2、 本日ラストゲームです。 EDGVSSKT の試合スタートです。さあカルを選択しているのはスカウト、ドランリンスタートですか、フェイカーは。そしてレリックです。バンフェイカーのキーストーンは、おお、嵐乗りの釉薬ですか。カイト仕切るという判断ですね。一般的にオリアナは雷帝の号令と非常に相性がいいと言われてますけどね。ここは相手が仕掛けてくるというところに対して移動速度のアップ、さらにはスローフィールドを軽減できるというところも生かして回答していこうという狙いですね。さあとんでもない歓声が鳴り響くウーハンからの映像を本日は受けて放送をお送りしております。おっとフェイカーはラプター2体勝ってからミッドレーンへという動きしませんでしたね。ルシアンがレーニングが非常に強力なので2レベルラッシュすることによってその強力なルシアンの動きというのを抑えるかなとも思ったんですが、ただレーンスタートしていきなり体力が200ほど削れましたね、フェイカーは。そうですね、スカウトの方がやはりレーン強いですね。そういったチャンピオン選択してますからね。さあレブロさん、問題はこの EDG エドワードゲーミングが序盤に強いチーム構成を選択したわけです。ということは序盤から攻めていかなくてはいけないのはこの EDG ですよね。そうなりますね。こういった動き、ジャーバンを相手にこのレベル2のタイミングでオールインするというのはちょっとスカウト選手強気ですね。レベル2ガンクは非常に強力なジャングラーが相手にいるにもかかわらず、そしてスタート位置がディーパードを置いて把握できているわけでもないにもかかわらずアグレッシブですね。まあ、ここのスカウト選手、そしてクララブ選手を中心にミッドレーンプレッシャーをかけて、ガンクのプレッシャーによって序盤ゲームコントロールし、さらには昨日失敗はしましたが、このボットレーンのファーストタワーへのダイブのセットアップをしてから成功させてスノーボールしていくという展開を EDG は得意としていますから、それをこの試合 SKT 相手に行えるかどうかですね。クリアラブがもうすでにスタンバイ入りましたよ。ノックアップはフラッシュアウト、フラッシュイン、ただしタワーダイブになっている。それでも倒せると判断、ヒールはもう使った後、ファーストブラッドスカウト、そしてフラッシュアウトでデッドしない、狙い通り EDG 1キル獲得です。素晴らしいですね。昨日全く何も序盤しなかったクリアラブが動かしましたよ。今の動き、実はフニ選手がブルーバフにワードを置いて、ウルフを今勝っているだろうと SKT 全体予測していました。だからこそフェイカーはボットサイド側に体を寄せているんですね。あ、なるほど。ちょっとここでボットに寄せましたよね。そこの SKT 全体の予測を裏切ったこのクリアラブのガンク、見事でしたね。ボットレーンをオールクリアしてレベル3になってからというような動きでした。ラプターを勝ってミッドへ行くという動きを SKT は予測できていませんでしたね。ちょっとここ どうでしょう、ロイヤルネバーギーアップの MLXG 選手、ジャングルにちょっと似たようなスタイルでまだ序盤動かしていきましたね、
眼光して眼光して眼光するあのジャングラーですね。そうですね。さらには EDG 全体がこのスカウト選手を育てることでゲームのコントロールを取っていく、そういったチームでもありますから、この動き非常に素晴らしいですね。さあ MLXG、 ちなみに何かの頭文字をつなぎ合わせた4文字だそうですが、ちょっと詳しく忘れてしまいました。中国語ですかね。はい、確かそうですね。さあピーナッツ、これで動かさなくてはいけない状況になりましたが、まずは視界のコントロールから優先していきます。ボットサイドへのダイブ、ガンクのセットアップといったところが行えるような状況になりましたね。さあそのボットレインへアイボーイメイコを狙っていに行きます。まずはウルフのセットアップ、バンがそれに合わせてから後ろからピーナッツ。さあどうするかアイボーイ、まずは竜巻でピーナッツをノックアップ、フラッシュアウトですが当然合わせていきますが、シールドが間に合うか。アイボーイ体力が低い状況下ですが、タワー下に逃れることに成功、ガンクをさばきました。ただしボットレーンのレーンのコントロールは SKT がこれで取り返すという形になりそうですね。ピーナッツ非常にいいガンクでした。一方でアイボーイ丁寧に丁寧に我慢をして、我慢に我慢を重ねてなんとか生き残りましたね。さあそしてフェイカーへのガンクをやめません。クリアラブ誘っている。次のウェーブ次第フェイカーはかなり警戒していますが、あっとミニオンのウェーブが上がった。立ち位置がこれでは前には出ません。それでも入った。ノックアップがちょっと決まらなかったように見えましたが、ただしミッドレーンのコントロールはこれで完璧に取れますね。そうですね、体力の有利は取りました。リコールに入りますフェイカー。ここでスカウトがレベル6になるタイミングをよりも先に仕掛けていくということによって、フェイカーのガンクの予測のタイミングを上回ったと言えると思います。フェイカーはやはりスカウトがレベル6になるタイミングを一番警戒対象としてレーニング進めていたと思いますからね、少し油断というわけではないですが、手に進めていたところに対してクリアラブが入っていきました。ペースとしてはミッドレーンは EDG が完全に掴んだと言えますね。さあ EDG はミッドレーンでのアクションを続けて有利を取りました。1300ゴールド有利を築いています。ここでリコールしっかりと行えなかったのちょっともったいないですね。フェイカーとのレベルの差、1レベル差しっかりと作り出せることができていますにもかかわらず、リコールのタイミングを失ってしまったことによって、ここでフェイカーにファームをちょっとさせてしまう余裕を生み出してますね。もちろんフェイカーもそれは分かっているのでプッシュしますよね。しましたね。さあしっかりプッシュをしてサイドレーンへ、フニは自身のレーンへのテレポート。これでマウスはテレポートが有利取れています。となるともうボットダイブのセットアップといったところに準備できてますね。あとはいかにこれを行うかです。さあボットレーンをプッシュ、クリアラブはそこへのスタンバイ、あとはミッドレーンのスカウトがレーンをプッシュして動くのみ、もしくはランブルというチャンピオンの性能を考えるとスカウトなしでもボットレーンダイブのセットアップ可能ですね。なるほど。ですから重要なのはフェイカーをボットレーンに寄らせないことというところが重要になってきますね。いやただもうこれ寄れる寄れないの話ではないですよ。もうどうしようもないですね。ブルーバフのコントロールは完全に EDG に移っています。クリアラブが本当に強気なジャングル、そしてプレーというのをなんか取り戻しているような、全く昨日の姿とは違いますね。彼ら本来のフォームというのを取り戻したというのは間違いありません。あとはここからスノーボールしてゲームを決めていく必要性があると。 EDG は平均して20分の段階で2000ゴールド近くの有利を作ることが可能なチームですが、トップレーンのコントロールを取りました。テレポートをしました。ボットレーンへのセットアップをした。クリアラブが入ってきてスカウトが入っていく。5人でのダイブにはなっていますが、ウルフはさばききれると判断しています。ハープマンフラッシュ避けてイコライザーを無駄遣いさせた。ガンクを回避はしました。 SKT ボットのファーストタワー破壊することができるかどうかですね。さあそのボットのタワー取れるかどうか体力が気になります。ただこれは取れそうか。クリアラブがレーンから離れずにこのポジションを取れているというのは大きいですが、ただバンがそれでも前に出て、そしてウルフの仕掛けです。アイボーイどうする。レベル6にはなっている。バンはレベル5です。アルティメットの差があります。ミッドレーンではフェイカーとスカウト 1v1 ヒーローも使用して、これは日曜走者を避ける動きです。
これでボットのファーストタワーを破壊させなかったというところが SKT の強さですね。今の、ね、本来であれば破壊されていた可能性が非常に高いだけに、ピーナッツそしてバンウルフがプレッシャーをかけていったことによってボットのファーストを守ることができました。これによってトップレーンのテレポーターのアドバンテージがマウスからフニへ移ります。ということで ADG としてはボットレーン仕掛けづらくなりますから、このフニのテレポートが上がる前にもう一度ボットレーンにプレッシャーかけなければなりませんね。そしてかけに行く、このタワーを取らなくてはいけませんよね。取らなければならないですね。クリアラブはそれは分かっている。ただ SKT のこのワードによって移っている、ミッドレーンのスカウトがリコールしているタイミングというのもあって、ちょっとプレッシャーかき切ることはできないですね。さあそしてただこのワンプレーによって EDG としてはミッドのまずは有利を取った。もちろんラストヒットの差にも表れてますね。スカウトが有利を築いています。そしてボットレーンでもダイブをして、今アイボーイにラストヒットの有利が、ゴールドがまあかなり傾いたわけです。ただこれをどうスノーボールさせるかが問題。やはりまずはタワーをしっかりと確保した上で、そこから起点、そこを起点にゲームのテンポを作っていく。しかしやはり先ほどのボットレーンのダイブのところでリソースを注いだもののオブジェクトが取れていないというところもあって、フェイカーが復活しつつありますね。いやそして通路を強引に塞ごうとしたんですが、フェイカーは強引に通っていきます。そしてフニが有利をテレポートで失敗したことによって取ったんですが、このフニがチョガスというチャンピオンでどうやったら広げられるんですか、 SKT は。やはりこのままテレポートのアドバンテージを生かしてボットのダイブをさせないようなプレッシャーをかけ続ける、つまりトップレーンを常に押し続けてブッシュに隠れていつでもテレポートできるぞというようなプレッシャーをかけることによって、ボットレーンの相棒メイクを、そして仕掛けたがっているクリアラブに対してプレッシャーを与えていく。そしてそれに対してマウスもしっかりと分かっているので、トップレーン強引にプッシュしようとしていますが、となると、このレベルのアドバンテージを持っている、そしてファームのアドバンテージを持っているフニがダメージのトレードでマウスに対してプレッシャーかけているという形を作ってますね。なるほど。いやただその前にタワーが壊すことでこれ成功しました、 EDG。 いやミッドレーンからのプレッシャーもあったようですね。そしてフェイカー VS スカウト、ショックウェーブはフラッシュでよけて、そこにピーナッツが合わせていくが、当然クリアラブも寄っている。そこに二丁走者、決戦場はピーナッツ打てない、体力が削れてからのボイドラッシュ。ただここにウルフが寄ってきている、俺に夢中からのノックアップ。ただクリアラブもフラッシュアウトです。ノーデッド。ノーデッドですか。はい、落ちたのはフラッシュがフェイカー1枚だけですね。 SKT は EDG はサモナースペル3枚使用してますから、今のフェイカーのベイトに対して引っかかったにもかかわらずキルを渡さない EDG の個人技の高さというのも伺えますが、やはり SKT は抜け目ないですね。隙を見せているという形を取って、実は近くにピーナッツがいるという状況をしっかりと作り出して、スカウトがかなりアグレッシブに仕掛けていく傾向にあるという、そこの情報を生かした トラップというのを常にかけてますね。あ、フニワード置いてますね。置いてますね。さあアイボーイとメイコが今度はトップサイド、これに対して SKT は合わせるかどうか。バンはボットサイドに向かいましたか、いやミッドに向かってますか。相手の動きここでトップで見えました。トップに寄りましたね。寄りましたね。これによってトップレーンで2対2が起こること形になります。そして先ほどとは違ってマウスのテレポートがしっかりと上がっていますから、テレポートのアドバンテージを生かしてこの2対2のところを SKT はコントロールしていくというのは非常に難しいと、となるとですね、はい、やはりミッドレーンの主導権を取り返してから先にフェイカーがトップレーンと寄れるよというようなプレッシャーを作ってコントロールするというのがいいと思いますが、1300ゴールドミッドレーナーの所持金で差がありました。これはスカウトが有利を築いている。そして AD キャリーでも600ゴールド差が生まれています。今のところを見てもアイボーイの方が1対1のところでアドバンテージ作れてますよね。イコライザー徹底的にフェイカー狙い、フラッシュインからのハーブン、チョックウェーブは打てなかった。いやー打ったんですがその前にというようなシーン。ただ捕食がある、捕食がある、捕食がある。いやーただクリアラブがカバー。そしてフニ、これ捕食はクールダウンだ、クールダウン状態中だった。フラッシュアウトでタワー下に逃れますが、ボイドラッシュで追撃するのはクリアラブ。そしてメイクはフラッシュインからのモンスーンでタワーダイブを後押しする。3キル獲得は EDG。 完璧です。完璧な序盤の形が EDG 作り出せました。ミッドのファースターを破壊しましたし、このままセカンドターンまで行けます。ゴールドのリードがこれで4600ゴールド。
ウィンコンディションですね。EDG が得意な形、15分までのところで非常にアグレッシブに仕掛けていって、ゴールドアドバンテージ、しかもキルを中心に作っていき、そのままタワーへつなげていく形ができています。さらには SKT に対して唯一の勝ち筋である序盤で一気にゲームを動かしていくという戦略も合わせて実行できているということから考えても、今非常にいい形で SKT が試合を進めることができていますね。今ウーハンに来ているお客さんはこう思ってるでしょう。俺たちが見たかったのはこれだよと。そうです、昨日の EDG は まやかしだったんですマウスが狙われている。ただスカウトが来る。ショックウェーブでフェイカーは返しますが、いやー、フニが狙われる。5人に囲まれました。捕食はクールダウン。いやー、デッド際にこれミニオンを食べてというようなシーンになります。1キル獲得 EDG。 ファンが蛍光ボードを掲げて、チームメンバーを盛り立ててましたね。先ほどのリプレイです。このフニのアルティメットがクールダウンなんですか、今上がったんですか。そうですね、今上がりましたね。本来であればやはりスカウトに対して使いたかったというところもあって温存したわけですが、ちょっとそれがうまくいきませんでしたね。というよりもここのだいぶこういった難しいダイブの状況の中でよく誰一人倒されることなく取り切ったといった個人技の高さを伺いましたね。フニが捕食をクリアラブに打ちたくて打ちたくて仕方がないんですが届かないという最後のシーンがありましたね。さあこれで15分30秒、なんとグローバルゴールドでは約5000ゴールド有利を築きましたエドワードゲーミング。これが SK テレコム T1 を唯一下す方法だそう言われていますが、レボルさん、ただスノーボールをし続けないと勝てませんから。ただこの15分における、4700ゴールド、まあ、大体5000ゴールド近くの有利というのはかなり大きなリードです、うん。ここから逆転できるチームというのは非常に少ないですが、ただし SKT 20分から非常に強力なチームなんですよね。過去には LCK の大会でも1万ゴールド差をひっくり返した、しかもそれが強引にプレーをしてひっくり返したのではなくて、マクロの動きで相手をコントロールして当たらせず当たらせる、自分たちのパワースパイクを待って我慢して取り返していくというようなゲーム運びをできるチームでもありますから、実際見せてましたからね。それを考えるとやはり EDG としてはこのゴールドの有利、そしてマップの状況の有利というのに甘んじずに攻め立て続けるべき、そう言わざるを得ないですね。そのためにはリフトヘラルドを取る、あとはどうでしょう、ミッドレーンをプッシュして相手のジャングルに入るような動き求められますが、 SKT はいや、オブジェクト取りに行くんですか。ミッドレーン先にプレッシャーをかけて、それに対して EDG がリアクションをして、ミッド周辺のところを取り返している間にボットレーンへと SKT は動いていく。これだけ難しい状況の中でもマクロの動きのテンポを取ってますね。ただしここでランブルの強さ出ますね。そうですね、そしてイコライザーでウェーブクリア、バンが仕掛けますがスカウト、フラッシュアウト、俺に夢中は避けます。これボットのファーストタワー処理できていませんよね。ここマウス選手のアルティメットかなり効きますよ。トップのファーストタワーも、そしてヘルドもコントロールできます。トップのセカンドターンに対するプレッシャーといったところもありますね。さあトップのタワー獲得 EDG、 そしてリフトヘラルドも触ります。スカウトは4人のガンクをさばきました。リフトヘラルド獲得です。さあタワーを4本追っている EDG がリフトヘラルド、インナータワーを壊しにかかることができます。おっと、ただマウスがジャングル内、ピーナッツの決戦場からですが引きつけましたから、これトップレーンに対してアクションを起こさなければならないですね EDG。 そしてボットのタワーを壊したのはフェイカー、一度リコールに入ります。ここからトップのセカンドタワーを破壊して次のバロンへとつなげていくという狙いですね。おっと、行くのかスカウト。2超走者ほぼ8割方当たりました。ブラッ今ミッドレーンでツイッチの体力を削りましたよね、はい、そして先ほど SKT はボートにリソースを注いでいました。フニがトップレーンで孤立しているような状況は明らかでした。にもかかわらずクリアラブはトップレーンでヘラルドを使わずにラプターを買ってジャングリングしている、ちょっともったいないように見えますね。何か別の狙い、もしくは他のタワーをちょっと取りたいという意思もあったのではだと思うのですが、やはりこういったヘラルドを使いたい対象としてはミッドのタワーですよね。しかし1本目2本目すでに破壊することができている。そしてボットのセカンドタワーとなると、例えば互いに、プッシュの強力な1対1の強力なチャンピオンを
トップレーンに配置しているのであれば、例えばジャックスとかカミールとかであればボットレーンに対して使うのもよく分かるのですが、ランブルとチョガスのマッチアップですからちょっと活かしづらいような印象もありますね。トップレーンのセカンドタイム使ってもよかったと思いますが、ただかなりこうバロンにを取るためにおとりのような形で使うというのは可能性ありますね。ただボットレーンにどうやら置きたがっているような印象も見て取れますよ。ブルーバフのコントロールからボットのセカンドタワーへという流れですね。さあバンがステルス状態です。ピーナッツがブルーバフをスマイトで抑えたい。ただこのジャングル内の攻防、ランブルのイクライザーがありますが、ブルーバフ獲得はピーナッツ、これはフェイカーに渡さなかっただけでも十分ですね。取る必要はないと、渡さなければいいんだと。そうですね、ミッドレーナーに、ブルーバフ渡さないだけでも十分な効果ありますね。そしてここから EDG としてはバロンに対してプレッシャーをかけて、集団戦少数戦を強要していく、もしくは来ないのであればバロンを取るよというようなプレッシャーをかけていくのは間違いありません。それに対して SKT はレーンのコントロールを通っていく必要があります、ね、この EDG のプレッシャーに対して対抗するのか、それともかわしてバロンを渡すのかですね。なるほど。さあレッドバフはアイボーイがダブルダガーでスティール成功です。さあこれでバンはレッドバフがありません。バロンが上がりました。20分を過ぎました。5000ゴールドの差、ただし正確には4700ゴールド、そう言っていましたが5300ゴールド、少しずつですが膨れてはいますね。そうですね、先ほどからクリアラブがカウンタージャングルでラプターを盗んだりだとか、そういったところで、中立モンスターを借り続けているというところの影響が徐々に現れつつありますね。いやキャリーのゴールド差見てください、2500ゴールドミッドレーンで差がついています。そして AD キャリーでも1900ゴールドです。相当大きな差になってますよね。トップレーンでとジャングルではそこまで大きな差ではないですが、このキャリーの差というのは非常に大きい。こういった苦しい状況の中で、そして Twitch を選択していることからも SKT としては Twitch のガンクアサシネート能力で、おっとさあその視界を、いやこれはスカウトが入りに来たところ、狙い撃ち、ただしブリンクが上がってテレポート、さあカウンターだ EDG、 それに対してもちろんテレポートを判断しますの、いや判断しますふに、そしてイコライザーブリンク先に置いている、マウスのランブル、さあ1キル刺さった。そして追撃をするのはスカウト、そこに入ってくるのはクリアラブ、俺に夢中で、これはディスエンゲージを判断しました。ウル、ただしウェザーストームが入って2キル、そのままタワーダイブで3キル獲得はエドワードゲーミング。バロンです、バロンに行きます。いやー素晴らしい、なんといってもそのガンクをフラッシュ使わずにいなしきったスカウトの能力の高さがとてつもないですね。あのピーナッツのダメージよりもルインドキングブレードでライフステールの方が大きかったですね。大きかったですね。ラカンとジャーバンというところもありました。本来ではそこにバンもポジションを取りたかったんですが取れませんでしたね。さあバロン獲得、エドワードゲーミングです。やはりキャリーの装備が整っているかっていうというところは大きかったですね。ここはもうフェイカーを一つおとりにした動きですが、やはりジャングルサポートのダメージが足らない。そしてここから本来であればバンがかなり重要な位置取りから反転、一つ味方を得たにしながら AOE ダメージを出そうとしているのですが、まだインフィニティも完成していないのでダメージが全く足らないんですよね。俺にもうちは先に使ってましたね。使ってましたね。いやーただあの SKT が0キルですよ。ただ勝つには SKT に勝つにはこの方法しかありませんから、そしてそれを実際に実行できている EDG が素晴らしいと思いますね。このスカウトのルシアンですよ。昨日はちょっとあまりにもアグレッシブに行きすぎて、批判されることも多々ありましたが、今日は非常に安定して高いレベルで味方を手助けしてますよね。さらにはバロンバフ、そして2マウンテンです。歯を削る能力というのが格段に上がります。しかもダブルマークスマンですからね。もうイコライザーを敷いて一気に殴りにかかるというような判断もしてもいいぐらいの差がついてますよね。ついていると言えると思いますね。さあどうするか、やはりルシアン VS オリアナでは耐えられないと。
ただそれはクリアラブの動きありきでしたけどね、押しかけましたね。さあイコライザーから、いやもうダイブする、フェイカーを狙いに行く、そしてゾーニャー、ただフェイカーもゾーニャーですが、これはもう解除した瞬間には囲われています。ただなんとかノックアップから、メイコの体力は非常に低いんですが毒ダメージは足りません。シールドを張っています。サインヒビター獲得はエドワードゲーミング。このメイコの体力でそのままボットのセカンドタワーを狙うようですね。フェイカーがいないというのは非常に確かに大きいですね。さらにはバンのドイチのアルティメットも使ったことを確認していますからね。ただプッシュだけですか。そうですね、やはりリスクが高かったようですね。ここで1キルでも渡したら怖いぞと、非常に丁寧に進めてましたね。ここからやはりこのダイブ、やはりおっしゃる通りランブルのアルティメットを敷かれると SKT はもうどうしようもなかったですね。そして面白いのが、というよりも最近だと多いのが、負けている側の AD キャリーが、そして相手のサポートがアーデンセンサーを持っている場合はエクセキューショナーズコーリングを1つ買うというのはちょっと多いですね。これはやはりアーデンセンサーによる回復をこのエクセキューショナーズコーリングで阻害してダメージの取れず最低でも負けないようにしようというようなアイテムビルドの工夫だと思いますが、ああなるほど、 AD キャリー同士での殴り合いを意識したエクスキューショナーズコーリング。そうですね、ただしやはり苦しいのは確かですね。こうアイテム一つ分の差がありますし、まあ攻撃力若干ですが上がりますが、まあコストパフォーマンス悪いですね。そしてそうですよね。さあオリアナが、ただこれフェイカーがショックウェーブを使っています。そしてフェザーストームでうまく返しました。アイボーイバロンバフが終わりましたが、それでもタワー CG、タワーを狙うのをやめません、エドワードゲーミング。うまく時間は稼げてはいますが、ネクサスタワーにインヒビ、いやネクサスタワーにこれはスーパーミニオンが届いてますよね。届いてますね。そしてマウスのアルティメットが上がっています。イコライザーを受けるタイミング、レベル16にはそろそろなりそうですが、さあどうする、隠れているようで、ただワードには映っている SKT、 あーもう下がる判断です。やはりフェイカーのアルティメットが上がらない限りはこの CG に対して無力になってしまいますね。モレロのみこん、さらにはゾーンや完成しますから、クールダウンは 30% は確実に稼げてはいるはずですが、まだクールダウンです。やはりレベル16というのが大事になってきますね。なってきますね。怖いテープ2つ、そしてまあゾーンやも完成しているというところも座ってはいるんですが、やはりゴール妨害できず。そしてレベル3、レベル差もとんでもないことになってるんですよ。ミッドレーン2レベル差、 AD キャリーのところでも1レベル差、ジャングラーも1レベル差、トップレーンでも1レベル差、常に全て EDG が勝ってますね。サポートでも2レベル差ですか。そうなんです。このスカウトの方が先にレベル16になる、そしてマウスが先にレベル16になる、この2点は大きいですね。アルティメットのレベルが3になるということによってベースダメージが伸びますからね。もうこれマクロ面とかもそういう話じゃなくなってくるぐらいの差がついてますから、そう言えると思います。力でねじ伏せるような行動をそろそろエドワードゲーミングとしては取ってもいい、取ってもいいと思いますね。 SKT こういった苦しい状況の中でどこか一つのレーンのコントロールを取って、そこを起点にマクロで、スノーボールしていくという展開が、まあ、もしくは逆転の目を作っていくという展開が多いのですが、今の状況を見ても全てのレーンコントロールされてしまっています。 SKT として今マクロの面で打てる手というのは非常に少ない、限られている中で、となると集団戦をしても同数であれば SKT 勝ちの目が非常に少ないですから、 EDG としては押し込んでいって集団戦狙っていきたいですね。さあ押し込む行動、先ほどから続けています。もう5人でグループアップをずっとしている時間が続いています。ただそれでも時間を稼ぐのは SKT です。さあもう一度ミッドのインヒビターは壊しています。スーパーミニオンが到着しそうというタイミング、どうする。ピーナッツが少し離れるような行動を取りました。バンも離れました。EDG 粘り勝ちでこのタワーを取れるか。 SKT はそれでも粘る、長い攻防、不利の体力を大きく削ってはいますが、たまらず2丁走者です。スカウト前に出てタワーダイブ、一番オートアタックの射程が短いスカウトがフロントラインに立って晴らす相手の体力を削っていってますね。さあそしてスーパーミニオンは到着しています。もうタワーダイブをしながら削ろうと。さあもうワンウェーブ目止めにかかります。フニ、ただ、さすがに守りきれません。これでついに1万ゴールド差に到達しました。そして3マウンテンであと15秒でバロンが上がります。
マウンテンドレイクのコントロールは誰か一人に任せるのか、やはりバロン起点とした逆転というのが EDG 怖いので、ドラゴンは触らずにバロンに対してプレッシャーかけていきますね。さあミッドをして当たりに行くか、バンの、いや俺に夢中、スリーマンノックアップ、フェザーストームスプラッシュアウトで返していますが、それでもフェイカーがきっちりショックウェーブを当てていました。2キル獲得 SKT、 その後の攻防、さらに暴れるのはバン。これだけ負けていても集団戦で勝てるのが SK テレコム T1。 いやおかしいでしょうノーネット 4キル獲得です。なんだそれは。いや確かに集団戦が得意な構成です。 AOE ダメージ、 AOECC が非常に豊富な構成ですが、なんといってもウルフのラカンのスリーマンノックアップですよね。あの CC エンゲージがなければ、その後に続くフェイカーのアルティメットもバンの AOE ダメージもありませんでした。素晴らしいとしか言いようがないですね。芸術的でしたよ。確かにインフィニティエッジとハリケーンは完成してますが、フォーマンでしたか。フォーマンですね。いやどうしようもないですね。1万ゴールド差があってもこれだけ AOE ダメージ AOECC 重ねられてしまったらどうしようもありませんね。なんといってもここまでのところ一つチームを引っ張っていったスカウト選手のルシアンといったところを潰せましたからね。そしてバロン獲得です。さらにはじっくり待って、これフニに捕食のスタックを試させました。そして4000ゴールド差まで詰めましたね。ワンプレーですよ。ワンプレーですね。6000ゴールド縮まるんですか。集団戦で、4人倒し、そしてバロンも取れば3000ゴールドから4000ゴールドは縮まるということですね。まあタワンもミッド2本おりましたか。そうですね。さらにはここからバロンタイムですから、鍵となるのはやはりここから SKT はレーンの主導権を握る形が取れます。アロンバフを持ってますからね。これを生かしてレーンのコントロールを取りながらポットのセカンドタワーを狙っていくことになるでしょうね。いやスタティックシブまで完成しました。さらにはデスキャップ完成。完全にアイボーイン装備追いつきましたね。追いつきましたね。おっとただフニ、いやこれは孤立していた。ピックアップ成功はユリジー、イコライザー、ここはなんとかリレンプションで体力を高い状況を保とうとしています。 SK テレコム T1、 ただし追撃をやめないのはユリジーです。ただ前に出過ぎたか、クリアラブの体力を大きく削れていますが、スカウトがそれでも スキルショットを避けながら前に詰めていく。ああいったオリアナを相手にチェイスするというのは非常に難しい作業になります。どうしてもオリアナのアルティメットのカウンターといったところが可能性ありますからね。しかしそれを恐れずにチェイスするというのは素晴らしいですね。さあこの SKT を倒すのはどのチームなんだ。それが一つワールズのまあ見どころといえば見どころですから。しかしフニを失ってもプレッシャーかけ続けますね。いや本当ですね、やめません。マウスのイクライザーはクールダウン中、これは壊すことに成功しそうです。さあこれで3000ゴールドまで詰め寄ります。ここからはですね、EDG のパワースパイクがそろそろ切れます。というのもやはり先ほどランブルのアルティメットキルに、ずっと Twitch バンに対して入っていたにもかかわらず全く体力を削ることができなかったことから見ても、やはりかなりもうランブルダメージ期待できない状況になっている、うん、さらにはルシアンとザヤよりもオリアナ Twitch の方がパワースパイクレイドゲーム強力です。そういったところの差もあって SKT の方がパワースパイク迎えた構成になっていますから、今グローバルゴールド差で3000ゴールドほど EDG 勝っていますが、実態として見るとイーブンもしくは若干 SKT の方が集団戦は強いような状況になってますね。ということはこの状況でも SKT はすでにもう有利、そう言えると思いますね。あとはレーンのコントロールを取れるかどうかが鍵になっていくと思います。やはりこの時間帯 SKT の方が有利な構成といえども、少数戦では EDG にまだまだ分がありますからね。さあその EDG 少数戦を作れるか、そしてそれを嫌って SKT はグループアップしています。バロンバフを生かしてタワーを削りに行く動きですが、ここはしっかり守っていくのは EDG サイド。ただどうなんでしょうかね。確かに SKT は有利な状況ですが、プレッシャーかなりかけてますね。そうですね、バロンまであと30秒ですね。バロンバフが終わるまであと
マウンテンドレイクが3スタックあるんですよね。クリアラブ仕掛けたフラッシュインからフェイカーを狙いに行く。そしてフラッシュアウト先にイコライザーですが、俺に夢中でウルフが時間を稼いでいる。そこからのメザーストームいいの返しでスネア状態。さあ2キル獲得はこれで EDG。 ただショックウェーブで返していますがダメージが足りない。アイボーイがそのままダブルキル。そしてフニがカバーに来たところをフラッシュで追撃するのはスカウトですが、ここはブラストコンでうまく逃げました。それでも3キル獲得は EDG。 さらにチェイスをやめられるのはスカウト。ただワードにオートアタックをしてしまったがために追撃できないか。ただここはうまい。スカウトはそれでもスキルショットを避けながら追撃しています。4キル獲得はエロアドゲーミング。バンがフラッシュも使わずに倒されてしまったというのは非常に大きかったですね。そしてなんといっても、集団戦の鍵を握っているフェイカーオリアナを真っ先にフォーカスしてアルティメットを適切なタイミングで使わせずに、集団戦の形をエンゲージすることができた。このクリアラブのエンゲージ見事でしたね。さあ強気なプレーをしなくてはいけない。さらに生まれた故郷で戦うんだと EDG は、いやクリアラブは言っていましたから、大事な大事な試合で、まあ、そのポテンシャル見せました。そしてバロンに向かいます。マウンテンドレイクは3スタックですよ。ただまだバロン上がってないんですか。先ほど30秒切れたタイミングでしたからね。なるほど。エルダードレイクまで1分30秒。ここフェイカーも警戒したと思うんですが、ちょっとポジション取りが甘かったですよね。そしてここからバンがダメージを出そうとしているんですが、アイボーイのスネア、そこからの一気なエオイダメージバーストというところでフラッシュ使う間もなく倒されてしまいましたね。いや今のアイボーイ見事でしたね。フラッシュも使わずにアルティメットからののみで、スネアを発生させたことによって、そして最初のクリアラブのエンゲージによって SKT のキャリー2人を封じ切ることができましたからね。ただこれでクリアラブのフラッシュはなくなりましたから、先ほどのようなエンゲージはできませんよ。となると、まあ、先ほどマウスもフラッシュを使っていましたから、鍵となるのはやはりレーンを押し込んで、そして睨み合いの状況で、ランブルナアルティメットからタワーシージを作っていくような形、もしくはバロン、そしてエルダドーゴの睨み合いの状況でのエンゲージですよね。ただしエンゲージはやはり SKT の方が得意な構成ですね。さあそして何よりもバンがフラッシュを使用せずにデッドしたからこそフラッシュは現在上がっている状況です。おっとノックアップショックウェーブ。ただそこにイコライザー俺に夢中。いやスカウト避けている。そしてランドマウス1キル獲得リレンプション。しかしバンが止まらない。いやただバンが強い、バンが強いか。ただここは日曜走者、そしてフニがダリコ。いやここは身を挺して2層走者をボディーブロック、そのままシャットダウン。アイボーイなんとかスネアで難を逃れますが、それでも1キルしか取れなかった EDG、 なんと SKT4 キル返しました。フラッシュがなかったことというところ、やはりここで影響しましたね。そしてメイコがこれソラリー使うことができませんでしたか。あーなるほど、使うことができずに倒されてしまったというところも影響しましたね。いやそしてエルダードレイクです。バロンまではあと10秒です。タイマーを考えると SKT は確実に取れますね。ちょっとここがやはりスカウトアグレッシブすぎましたよね。エンゲージさせてしまったと。そしてジャーバンのアルティメットによってこのクリアラブの前線でのエンゲージに対してフォローアップするのがどうしても遅れてしまった。その間にバンに対して全くプレッシャーかけることができませんでしたからね。あとダブルをレッドバフではなくて右のブッシュに打っていれば気づいてたかもしれませんから。そうですね、いいな、意図を踏んでいましたね。そしてバロンバフ獲得は SKT です。マウンテンドレイク3つあっても触らせなければ意味がないと。1万ゴールド差が開きましたが、気づけば600ゴールドです。この時点で EDG としてはもう5対5はできるだけ避けたいと思います。集団戦になるとしてもですね、先にキャリーを倒すような形を作ってからでないと、もう集団戦は戦えないですね。さあ集団戦は戦えない、そうなるとこのスカウトの、まあ、ルシアンの個人技から動かしていきたい。そうですね、さらには、まあ、クリアラブフラッシュ上がりましたから、彼のフラッシュインからの CC チェイン、そしてランブルのバーストというところしっかりとキャリーに対して合わせていって、先にキャリーを倒してからの集団戦の形を作り出せるかどうかですね。フェイカーのフラッシュまでもう少し、そしてバンはフラッシュは上がっています。先ほどの集団戦でバンはフラッシュ使っていませんからね。ただバンはサッシュを作っていません。さらにはミカエルもサポートのウルフは持っていない。 CC で絡めることができればなんですが、その CC がクリアラブしかないんですか。
そうなんですよね。ですから非常にこう、まあ、SKT からすると EDG のやりたいこと、集団戦においてやりたいことというのは明らかですから、対策しやすいのは間違いないですね。おー、そして岸の近い、これ結び直したんですかね。クリアラブ何回かこうクールダウンに入ってるようなシーンというのが見て取れるんですよね。ここでスカウトに切り替えてますからね。ミッドレーンをやめてトップサイドへ、フニがミッドレーンのカバーに入ります。これをやはり EDG としてはトップのセカンドタワーは空き家を渡す以外の手はないですね。重要なのはインヒビタータワーを渡さないことですね。さらにはこのタイミングで集団戦当たらせないこと、ここでしっかりと SKT のプレッシャーに対して適切に対応して連のコントロールをできるだけ渡さないようにしつつ、インヒビタータワーを守れるかどうかですね。ただオリアナですよ。さらにはラカン、ジャーバンがいますからね。当たるのは非常に得意な構成です。バンが強気にターンを殴りに行きます。それに対してエドワードゲーミングの構成はエンゲージスキルというのは乏しい、そういったチャンピオン構成を取っている。さあどうする、イコライザーを使うか使わないか。エルダードラゴンのバフは切れました。バロンバフがあと1分30秒ですね。さあエルダードレイク終了、ただしバロンバフは残っている。どうする、クリアラブ入った、サイレンス、フラッシングができない。さあノックアップしたがピーナッツです。クリアラブエンゲージはここはうまくいきません。スカウトがもう一度ステップから前に出ますが、さあスキルはよく出る。ただその間にバンはもう完全にタワーを狙っている。イコライザーを使わせてもらえなかったイリジー、そして SKT インヒビタータワー獲得です。ボットレーンには大量のプッシュウェーブができている。ミニオンがとんでもない量がボットレーンに押し寄せますよ。そしてリコールベースに戻っているというタイミングでバンがインヒビター狙ってますね。さあインヒビターを狙う、守るのはピーナッツとフニ。バンが完全にこの3人から囲まれている、ウルフも囲っています。ノックアップは避ける、バンが今一度前に出ていきますが、竜巻はいやーここ当たっていません。そしてインヒビター獲得、 SK テレコム T1、 いやーまだ攻める、ショックウェブアイボーイ、いやーフェザーストーム使わされたというべきでしょう。フラッシュを使うよりもアルティメットを選ぶことを使うことを選択しましたね。さあボットのミニオン到達、ただすぐさまウェブクリアはできそうです。その間に先手を取っている、いやレッドバフのコントロールに入りました。なんとしてでもこれはバンに渡したいですからね。しかし渡したくないクリアラブが無理をしましたが、フラッシュをダウンしました。これでエンゲージはできません。そして追撃するか、バンに渡すことはなんとか阻止しましたね。これピーナッツが確保したようですね。さあ一度リコールに入っています。マウンテンドレイクが3スタックあるんですが EDG 活用できない。オブジェクトに対してアプローチすることができていません。常にレーンのコントロールを取られてしまって自分たちのオブジェクトを守るような形が続いてますからね。いや本当になんとも言えない不思議な力が発動して SK テレコム T1 逆転と。そうですね、ただ今回はマクロではなくてもうたった2回の集団戦でしたけどね。そうですね、ただ先にポジションを取っていた、バロンへ向かう EDG の先にポジションを取っていて意識の外から仕掛けていったという点が大きかったですね。さあミッドを狙いに行く、集団戦はできない。 EDG は集団戦をやると不利なんですよね。そうですね、キャリーを先に倒すことができれば集団戦は勝てますが、フロントラインの殴り合いもしくは AOE ダメージの叩き合いでは完全に SKT が上です。さあマウスが今到着しました。アルティメットのイコライザーを打てませんでした。入るのはただ嫌がっている。イコライザーでその壁の通路を塞ぐことはできますが、インビタ触っています。さあどうする、いやーこれはイリジちょっと当たれない、当たるとまずいと判断。さあここでイコライザー、イコライザーを打ちましたがリレンプション、そしてピーナッツの体力大きく削れましたが横から入ったクリアラブを完全に抑えていたのはフニ。そして決戦場です。ここはマウスはフラッシュアウト、ただその間にピーナッツ、いやこれはアイボーイの体力がかなり削れていますが、フェザーストーム、このままエンドイットですか。ショックウェブ
フラッシュアウトアイボーイ、そしてスカウトのポジショニング冊子を利用した、そしてモンスーン守りたいが SKT がそれでも強引にねじ伏せる。泉の中1キル獲得 EDG、 ただその間に3キル獲得は SKT。 アイボーイダメージを出せるか、ピーナッツの体力は低いがノックアップ CC 食らってはいけない。バンが最後は締めて1万ゴールド差跳ね返し、やはり王者と言うべきでしょう。 SKT が勝利しました。全てはあのミッドレーンの集団戦、バンのフォーマンのノックアップからの AOE ダメージを重ねていったあの集団戦が全てでしたね。そこまでは EDG は狙い通りでした。昨日のパフォーマンスが嘘のように素晴らしいパフォーマンスをクリアラブがミッドレーンの最初のガンクから作っていって、そこからテンポよくダイブを決めていって序盤の有利を圧倒的に作り出したんですが、先にバロンに向かう前に SKT にポジションを取られてしまった、そしてその動きを把握できていなかったところ、不意をつかれたタイミングでエンゲージされてしまった。ただその一つのミスだけで勝利が手からこぼれ落ちてしまいましたね。ただあそこに負けている1万ゴールド負けている中でバロンに行こうと思っている EDG よりも先にポジションを5人で取れる SKT の強さですよね。そうですね、通常であればトップレーンもミッドレーンもボットレーンも連のコンドル取られていてジャングル内の視界というところも常に EDG が取っていた中で、 EDG がバロン周辺20分以降のバロン周辺の視界のコントロールではなくてボットのセカンドタワーにふと切り替えた瞬間にですね、実は、ウルフがですねバロン周辺にポンポンとワード実は置いていて、それでその EDG の動きというのをバロンサイドの動きというのを警戒しながら予測を立てるようなワーディング実はできていたと、その情報を生かして、このタイミングで EDG を行うだろうとポジションを取っていた。まあ、予測、マップの動き、そしてマップに映ってない相手の動きの予測というところがやはり非常に優れてましたね。いやただ開幕20分ではもうこれは SK テレコムといえどもと、15分で5000ゴールドの差というのは通常であれば覆すことはできません。さらにはやはりこう SKT のまあ不利な状況から覆していく一つきっかけとしては、フニが強引にサイドレーンを押してそこのレーンを一つ起点としながら相手の動きを把握して常に反対側のオブジェクトを交換で有利作っていくという展開が多かった中で、今までとは全く違ってもちろん視界のコントロールを取りつつも集団戦で自分たちの攻勢の強さを生かして取り返していったというところがまた新たな姿を見せてくれましたね。ただもうこれは1番ゴールドであの集団戦で何が決定打なんだいって言われても、まあ、キャリー2人を巻き込んだ CC と AOE ダメージを入れることができたといえばそれまでですが、はい、そこまでの持っていき方ですよね。あとはちょうどバロンまでにギリギリその SKT が戦えるだけのアイテムが一応揃えたというのが大きかったですよね。コアアイテム2つ、さらにフェイカーのソーサラシューズにバンのインフィニティエッジとそしてハリケーンが完成していたというのはやはり大きいですよね。あとトゥイッチの爆発力やっぱりとんでもないですよね。ここのダイブ成功させたときはこれは EDG 勝ったなと思いましたよね。誰もが疑いようのないそんな確信のようなものありましたけどね。スカウトは体力2割まで削られていた中でもこのダイブに付き合って一気に前に入っていってこのアグレッシブな動きでゲームのテンポというのを加速させていましたからね。いやただこの Day2 ワールズ2017 Day2 本日いろいろ放送を行ってきましたけれどもちょっとテンションの高いというかそういったまあ、試合が多かったとレベルが非常に高かったですね。ここですね、通常であればですねこんなに固まっているはずがないんですよ。 EDG サイドも分かっていますから、SKT の構成が AOECC と AOE ダメージをたけているというのが分かっているからこそ通常であれば集団戦を行うことが分かっていれば分散しているはずなんですが全く予測できていないので固まってしまったと。そしてそこに AOE ダメージラカンのノックアップからオリアナのアルティメット、そしてトゥイッチのアルティメットと
もう理想的な入り方でしたよね。俺に夢中スリーマン、ショックウェーブフォーマン。そこにもうあとはバンは殴るだけと。ありがとうっていうオートアタックを打つだけというような状態でしたけどね。さあ非常に面白い試合でした。さあ以上をもちましてですね、ワールド2017グループステージ Day2、終了いたしました。明日の、グループステージ Day3 の、スケジュールですね、このようになっております。注目の試合としては今日素晴らしい試合を見せた TSM と WE のこの直接対決ですね。これは楽しみです。ペース的に、試合のペース的にスローペースとスローペースで似ているのですが、 WE は速いペースの試合ができない一方で TSM は実は速いペースの試合もできるというところで、どちらを選択して WE にぶつけていくのか、この TSM の戦術の選択というのを僕はかなり楽しみにしていますね。そしてこの4試合目のサムスンギャラクシー VS ロイヤルネイバーギブアップ、ここも非常に楽しみです。どちらもスローペースの試合運びになるんですが、やはりこう1位抜け2位抜けが期待されているチームの対決ですから、ここで勝った方が非常にいい、モチベーション、そして心理状態で残りの試合を戦えるというところもありますから、この試合は非常に重要だと思いますね。そして最後のクラウン9 VS EDG、 SKT はもう強すぎます。あ、もう1位抜けはほぼほぼ確定でしょう。唯一勝ち筋と考えられていた序盤のリードですら5000ゴールドで足りないわけですから、これ以上どうすればいいんだというような試合ですからね、はい、それを考えると今後 SKT に対して、まあ、何かしらの準備はすると思いますが、1位抜けというのはほぼほぼ確実だと思います。となると2位争いが重要になってきますよね。このクラウド9、そして EDG、 EDG 今日こそ負けてしまいましたが、非常にいい内容で今日の試合を戦えていたということを考えると、やはりこの2チームが2位争いの軸になってくるのかなという中で、ここでしっかりと勝った方が今後のグループステージ戦う上では、まあ、非常に有利な状況で戦えていくのではないかという感じがしますね。なるほど。さあこの Day3、 そしてあさっても Day4 と行われて、そしてさらには来週もう一度また BO1 というのがありますからね、そのあたりも非常に楽しみにしていきたいところです。さあ明日の放送も本日土曜16時から放送開始予定となっております。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた明日お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。Legends never die when the world is calling you.I'm screaming out your name. Legends never die. They become a part of you.